内北口をご通行中の皆さん、そしてお集まりをいただきました仲間の皆さん、おはようございます。私たちは働くことに最も重要な価値を置く、そんな社会を目指そう、そういうことで毎日運動を推進をしております。しかし残念ながら今私たちが働く現場は非常に危ないような、そんな状況に陥っているというふうに思います。日本全体に限定正社員制度、簡単に働く人を組織できるような限定正社員制度、そういうものを持ち込むのはおかしなことなんです。働く人の権利は次々に奪い、世界で一番ビジネスがしやすい国にしようとしている、こうした動きを断じて許すことはできないと考えております。私たち連合は、すべての働く者の連帯組織です。働く者を保護するルールが改悪されようとしている今こそ、行動を起こす時であり、本日の集会をその契機としたいと考えています。働く皆さん方の心を本当に知っておるのか、働く皆さん方の苦労を知っておるのか、使い捨て、切り捨て、こういったものが安易にやられてはたまったものではありません。安倍政権が取り戻そうとしている日本は、解雇大国日本、過労死大国日本、貧困大国日本ということなのでしょうか。今こそ労働の尊厳が守られ、安心して働き続けることができる日本取り戻すために、最後の最後まで共に頑張りましょう。11月11日12構成組織36人にて凱旋行動を行いました。さらには今後、地境も巻き込んだ凱旋とともに、労働相談や学習会など地方連合間の役割を果たしていきたいと考えております。
第1波の外旋に取り組んでおりますし、第2波につきましては、これは本当に7年ぶりということになりますけれども、日比谷の野外音楽堂でですね、5000人集めての大規模な集会を予定しております。この12月5日の集会にですね、お集まりいただくときに皆さんの気持ちをですね、ここに書いていただいてお持ちいただく。先輩方の思いを受け継ぎ、次世代を狙う若者たちのために雇用の安定と労働条件を確保し、安心して働ける職場や社会を作り上げていくことは私たち青年の責務であると考えております。働くことは人生において日々の暮らしの中心にあるものです。働くことは人と関わり、多くを学び、人として社会で生きていくための重要な位置にあるものと思います。安定した雇用、安心して働き続けること、それは多くの労働者の思いです。非正規社員、派遣社員、正規の社員の方々、何が違いますか？私もご飯を食べます。私も光熱費を払います。私も家賃を払ってます。もし子供がいれば育児をします。親が高齢になれば介護もします。何が違うんでしょうか？労働者保護ルールの改悪阻止に向け、古賀会長を筆頭に団結頑張ろう！